土曜朝8時は、ア,アメリカのフォードが、大衆向けにガソリンエンジン車 T 型モデルを発売してから115年。長きにわたり、映画を誇ってきた日本も含め、自動車業界は、今、脱炭素に向け、e、EV ・電気自動車シフトを加速、大きな転換点を迎えている。 きっかけは、アメリカのテスラと共に存在感を増す、中国の EV メーカー BY D、BYD だカメラはどこまで標準でついているんですか、えっと、360度のアラウンドビューが標準,標準でついてますので、うんはい、先月、日本で発売されたばかりの BYD のコンパクト EV は、1ヶ月ほどでおよそ300台が売れた。 国などの補助金ををを加えれれば300万円を切る価格販売店を訪れた客は車を今持ってないので、塾の送り迎えとかがすごい頻繁にあるんで、なんか妻への負担とかを考えると、車持ってた方がいいかなと、で今から買うんだったら EV がいいんじゃないかと思って、こちら、伺いました。BYD は 中国・深圳でバッテリーメーカーとして創業2003年に自動車業界に参入した調査会社マークラインズによると EV とプラグインハイブリッド車などを合わせた新エネルギー車の販売台数で去年 BYD はアメリカ・テスラを抑えトップに躍り出たそして今年1月日本市場に参入 今日一般公開されるジャパンモビリティショーでは、多くのメディアが詰めかけた地球の温度を一度下げるというビジョンです。日本における電気自動車による新たな未来を、ここから始めます日本市場に向けて、きめ細かい機能を導入したという。 今、社会問題化している高齢者の方がよくあの事故を起こしてしまうような、ブレーキとアクセルの踏み間違えの誤動作防止装置、またあの幼児の置き去りの検知装置ですとか、まあ、そういったあの日本市場向けのです、ね、装備も、まあ、最初から、まあ、標準でですね、しし BYD は日本勢にとって脅威だという経済専門家は。 日本の自動車メーカーにとって、まず手ごろな電気自動車であるという点、それからいろんなものがよくできているという点を勘案すると、非常に手強いライバル、難敵になる可能性は十二分にあると思います、うん、EV 市場をめぐっては、日本メーカーの出遅れが指摘されている。 三菱自動車は2012年から中国の湖南省でガソリン車を中心に自動車生産を行ってきたが今週撤退を決めた世界最大の中国市場では急速に EV シフトが加速していて撤退を余儀なくされた形だ他の日系メーカーも苦戦 今年1月から8月までの中国での販売台数は、去年の同じ期間に比べて、日産自動車が26.3%減少、ホンダが24%、トヨタ自動車が5.1%減少した。とりあえず、電気自動車で遅れるということはできないんですよ、あの電気自動車のシェアっては、これから上がっていきますから、まあ、その非常に明確なことはですね。 えー、去年まで日本は世界最大の自動車輸出国だところが今年の1月から8月までの累計額でもう中国に抜かれてしまっているで中国はなぜそれだけ伸びたかというと電気自動車ですよねで電気自動車で遅れているということはその分だけシェアを食われるわけですから、えー、日本の自動車業界で要するに外貨を稼ぐつまりお金を稼ぐ力が落ちているということですよねでそこはやっぱりそのままでいいとは決して思わない。 挽回に向け、日本のメーカー各社は、ジャパンモビリティショーで EV 戦略の強化をアピールあなたとトヨタ自動車は、次世代 EV のコンセプトカーなどを初公開した電気エネルギーならではの運転の楽しさも、走りの味もあって、多様な体験価値も実現できる、それがバッテリー EV です。 こちらの EV はインターネットと融合しソフトウェアを更新する機能を搭載運転手の好みに絶えず進化していくというそれでは EV のパイオニア、はい、日産自動車は創立時から受け継ぐ彼らことをやるという精神から生み出されたまさに日産しか作れない EV で私たちが目指す未来を 次世代バッテリー全固体電池を採用したコンセプトカーを展示従来のリチウムイオン電池と比べ充電が短い時間で早くでき航続距離は長くなるとされるこのフォーミュラーカーも電動だ 来年3月、フォーミュラー E 世界選手権が、日本の市街地で初めて開催される予定だ。自動運転の車も、ホンダはアメリカのゼネラル・モーターズと共同開発した無人タクシーのサービスを、2026年に国内で初めて開始すると発表。 運転席がなく、向かい合わせで最大6人が乗車できる。次世代の車は私たちの暮らしを大きく変えそうだ。自治体でも環境に優しい EV の普及を促している。神奈川県小田原市は EV を購入し公用車として使うが、使用していない夕方以降や土日には、 市民にシェアしている電気自動車って、まだまだ普及がしてないんですよねで、初めて乗ってみたっていう方もいらっしゃれば、まあ、そこからです、ね、それをきっかけに、電気自動車をこう何度も利用されている方もいらっしゃいますし、普及啓発につながっているのと考えています2人の子を持つ本田さんもよく利用するという。 保育園のお迎えの時間に使わせていただいて、でそのままあの買い出し行ったら夕方に帰ってくるっていう感じですうん、うん、1回でそんなにもう、利用料は15分で220円。車が空いている時間帯に、スマホやパソコンから事前登録すれば利用できるすごい静かですごく印象が変わって、電気自動車は次はあの購入しようかなって思ってます。 運営するのは、地元で EV のカーシェアリングサービスを行っている会社だ、EV に使われる電気がどのように作られているかも、脱炭素には重要だと話す発電する電気が火力発電で使われているものでいうと、まあ、本末戦闘であるというふうに考えていますできる限りあり、地元で使える再生可能エネルギーを使いたいというふうに思っておりまして、今、実績でいうと60%ぐらい以下そういった電気を使わせていただいております。 EV 普及へ開発を加速する自動車メーカー。さらに、未来を見据えた動きも出るのがお水だけなので、畑をよこさずに帰ってこれるっていうところが喜ばれます先週、福島県内でトヨタが、法人向けに開催した車の展示会。燃料は水素だ。 水素と酸素が化学的に結合するときに、まあ、水が生まれるんですけども、その過程で電気が発生します、その電気を使って走っている車が燃料電池の自動車ですとこちらは、今年4月、福島県で導入された水素燃料電池で動くキッチンカー、IH クッキングヒーターや冷蔵庫などを備え、取れたての食材を調理して料理を提供する事業を展開。 CO2 を排出しないため、豊かなな自然を汚すことはない。まあ水素って言うと、やっぱりすごいクリー栗、まあ、水から作られるみたいなイメージもあるので、すごい可能性としてはかなり秘めてるんじゃないかなっていうふうに思いました。EV だけでは、やった多分インフラも追いつか追いていかないし、そういった面でやっぱり、いろんな選択肢を持っていかないと、やっぱり成り立たないなっていう、そのカーボンニュートラルに対してはね。 ジャパンモビリティショーにも水素で走る車が展示されている地球上に大量にある水素で巻き返せるか日本市場に襲来した BYD という黒船自動車を日本の基幹産業として今後も維持するために知恵と技術が求められている